皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。 Good luck everyone。 今日もスキップバーバーのニュルブルクリンク下コース、こちらのレース3周ですね、で行われます。レースを実況していきたいと思います。今まで5連勝でやってきたわけですけど、ついにポールポジションをですね奪われまして、一番に来ている人はこのアイレーティング6700ルードビッヒさんという人ですね。でさっき一周目注意してくれよなみたいなプライベートなメッセージが来てですね、なんかこうなんかいけすかない野郎だなって、この絶対ねひげ生やしてワインくるくる回しながらね、君注意してくれたまえとか言ってんすよ。さあでもついていきたい。レッドシグナルスタート。さあ行きますよ。このルードビヒさん、サンデーナイトライツにもう出てきてなくて、あんまり知らない人なんですよね。でもこんなアイレーティング7000近い人がザイヤに埋もれていたなんて、全然知りませんでした。もうアイレーティング7000近いと、おー危ない危ない、結構宇宙人っぽくなってきますよね。この宇宙人にどこまでついていけるか。うん、いかんミスしたけど、前のルードビヒさんもミスしましたね。意外とアイレーティング6000とか言って大したことないんじゃないの。さあ後ろがテディさんですね、1秒差で、4番手マークさんはもうスリップ圏外に外れてますので、まあさっさとこの3台で表彰台を確定させてしまいたいですね。まあね、気をつけろよって言われた手前、1周目前半は様子を見ましょう。そして見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやら。おお、大丈夫大丈夫大丈夫、あいかん、私がタイミングずれた。あ、やべやべやべ、このタイミングをずらす高等テクニックを使ってくるとは、さすがアイレーティング7000。もうこのねルードビッヒっていうもう名前で負けてますよね。あーやべ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 、今のは大きいミスですね。あ、そして後ろのテディさんに追いつかれた。前ルードビッヒさんと 1.1 秒差、これはまずいですね。いや大体このね昔漫画で見た知識でしかないんですけど、ルードビッヒっていうともう大体伯爵とか公爵とかそういう人たちですよ、ね、なんか高貴な出身かもしれませんが、アイレーティングでは土俵は同じはずなのに、この離されていくこの現実悲しい。 やばいな、ルードビッヒさんもうミスなく自分のペースで、ドライブし始めましたね。さあどうだ、あ 1.6 秒7秒、やばい、これは本格的にやばい。ここ悪くないですよ。ああ悪い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 、全然悪い。あ、ダメだこりゃ。いやこれはもう終わりましたね。それでは今日はこの辺で。ガイルちゃん、あ、まだまだ後ろから来ますね来ますね。ここで行くの。このテディさんも、ダメですね。まだニル分かってないですね。あそこでオーバーテイクしてもここのスリップで抜かれるのに、ちょっとね、アイレーティング2000に届かない人だとしょうがないのかななんて、この上から目線で言えるようになってしまったガイル選手、
ね、昔からチャンネル登録していただいている皆さんはオガイル選手も偉くなったもんじゃないかと言われるかもしれませんが、これが下線の関係ないアイレーティングのアイレーシングの世界。さあこの前辺のルードビヒさん、もう4秒なので追いつけないので、さあちょっと軽くブロックしつつね、追いつけないのであとはいかにテディさんを振り切るかっていう戦いに変わってしまいましたね。ルードビヒさん4秒差なんですね。これが、まあ、どれぐらい速いか草場の影から見てみよう。後ろテディさん 0.8 秒で、その後イーバンさんが 2.2 秒、イーバンさんはスリップ圏外ですかね。さあこの後半セクション、ここで離していきたい。それでもテディさん 1.2 秒離しましたね。ここのねリアのスライドが多いのが課題ですね。そう言ってる間に後ろのテディさん 1.6 秒差離しましたね。さあまだまだ得意なセクションは続きますよ。これで2秒以上離せばもうスリップに入られないので安心ですね。さあもう一押し、2秒差がつきました。前のルードウィッシュさんも軽くミスしてて、さっき4秒差だったのがちょい詰まりましたね。3秒台になりました。ルードヴィッヒさんと 3.6 秒差ちょい詰まったけども、っていうところですね。で後ろのテディさん 3.3 でその後、4番手5番手がそれぞれ1秒差で続いてるってところですね。ちょうどねこの位置ってやっぱね前のルードヴィッヒさん宇宙人にはねまだ負けちゃうんですよね。私まだ人間から抜けきれてない。で多分ねルードヴィッヒさんと、スキップジジー師匠、仙人みたいなねもう人間ちょっと超えてて仙人の風格が出てる人、あれぐらい早いと多分ついていけるんでしょうけど、まあ、とはいえ後方の、3番手以降ですね、ここら辺が、まあ、多分普通の人間級ですね。で私このニュルにスキップバーバーニュルに関しては、ね、人類の争いに巻き込まれない位置まで、ちょっと成層圏あたりまで抜け出てきたので、まあ、こういう風に安全にですねレースを運んでって、で事故にあってアイレーティングを傷つけるとかそういったことがなくレースしていけるのはありがたいですね。特にニュルブルクリンクは予選タイムが1週間残りますので、予選失敗して後方スタートなんてこともないので、このアイレーティングをしっかり積み重ねていくにはニュルブルクリンクのコースは非常に合ってますね。でそう思う宇宙人の皆さんもいらっしゃるんだと思うんですけど、こういうふうにですねだんだんこの超速い人たちも目につくようになってきましたね。
やでも連勝は5でストップしそうですね。まあ、そうそうやっぱりトップスプリットで勝つってのはこれだけ準備しててもやっぱりね早い人には早いんなんだっけどんだけ速くなってもさらに速い人っているんですよね。なので宇宙最強ってのはなかなかやっぱなかなかじゃなくてそうそうはなれないっていうのはよくわかりますよね。私も最近速いですねとか言われることが増えてきたんですけど本人としてはそんなにねへへん俺って速いでしょうふふみたいなそういうつもり全然ないんですよね。やっぱりこういう風にどれだけ速くなってもやっぱりさらに速い人っていうのがいるのでいや自分もまだまだだなともっともっともっと速くなりたいそういった気持ちは変わってないですね。まあ、ただ変わったのはアイレーティングが増えただけってことですね。まあ、アイレーティングが高くなってきてトップスプリットの上の方で戦っていくとだいぶ顔見知りも増えてでそんなに、変なミスする人も少なくなってくるので、ハイレベルな駆け引きですね。そういった高いレベルでレースができていくそういったのはありがたいなとそういうメリットありますね。後ろのテディさんは 5.5 秒で前のルードヴィッヒさんまだ4秒差ですね。さっきから変わってないな。うん、やっぱり宇宙人のふりして実は人間 なんですかね。ニュルブルクリンク同じスキップバーはニュルブルクリンクで、前のシーズンですね。でもうとにかく速いアメリカ人のピート・モブローテンさんがいたんですけどあの人はね1周5秒離されてましたからね。で多分今の私でも今の私でも1周まだ 2,3 秒は離されると思うんですよね。でピートさんもアイレーティング今前を走ってるルードヴィヒさんと同じぐらいだったんじゃないかなと思いますね。あとはこのルードヴィヒさんのフロントウィングが曲がってる説それはありますよね。とはいえここのストレートセクションでもそんなに差が詰まらないですね。傷んでたら結構ね 0.5 秒ぐらい簡単に詰まるんですけど、やっぱりルードヴィヒさん宇宙人じゃない説もしくはガイル選手がちょっと人間から離れてきた説さあどっちなんでしょう。いやただなやっぱ1000人に負けますからね。まずは、ね、1000人スキップジジイ師匠についていけるように頑張りたいですね。後ろテディさん7秒差、ギャップは順調につけてきてますね。やっぱりここの位置がちょうど真空地帯ですね。宇宙と人類の狭間の成層圏あたりというところでしょうか。で前期のニュルブルクリンクのレースは結構ねしょうもないミスで壁にぶつかってリタイアとかねあってアイレーティングがそんなに稼げなかったっていうのもあるんですけど、まあ、今期はそういうこともなくと言いたいところですが、まあ、ちょこちょこミスはしてるんですけどこのセルフステアが効いて安全なシムキューブ2プロそのおかげでですねだいぶ機械に助けられてると。そのハーフスピンモードになってもちゃんと立ち直ってくれるっていうね。でそれを前使ってた G29 で立て直そうとすると相当熟練しないと難しいっていう差があります。まあ、そんなこともあって
今日で6戦目となるニューブルクリンク、まだリタイアは一度もないですね。まあ、リタイア一度もないというか、あの5回参戦して5回勝ちましたっていう5連勝っていうね、初めての経験をさせていただきましたけど、ね、そういったわけで、まだまだ駆け出しだと思っているガイル選手、ね、この YouTube チャンネルを、いや昔から見てるんだよ、あいつも最近早くなったねと言いたい方はですね、ぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ2周目ですね、うん、ルドヴィッシュさんちょい差が開きましたね、 4.3。 どうなんですかね、それとも私との差が結構あるのでクルージングしてるんでしょうか。後ろ、うん、この3番手4番手5番手テディさんイーバンさんガレンさんの争いがこのタイム差見ると激しそうですね。いやーね、人は争うことしかできないのか、うん、というですね、あのすいません、成層圏から眺めてる立場からちょっと上から目線で言わせていただきました。まあ、こういう風にねバトルになるとやっぱあの消耗して疲れますし、うん、何よりもこうここから先のねビルシュタインブリッジを越えてブレーキング勝負とかやってるとやっぱ接触するリスクは高くなるの で接触してリタイアになるともう3周目だろうがアイレーティング、ドカッと落ちちゃうんですよね。それがやっぱり辛いですよね。さあファイナルラップ3周目ですね。でニュルブルクリンクはコース幅が狭い、お、なんかあった、うん、でこのコース幅が狭いですよね。でスキップバーバーはかなり車体がコンパクトなので、まあ、この狭いコースの中でも、コース幅いっぱいに使って走る喜びがある、それがスキップバーバーでニルを走る、そのニルブルクリンクを走るんだったらどの車が一番楽しいって聞かれたら迷わずスキップバーバーって答えるんですけど、ただそれだけ小さな車体であってもやはりサイドバイサイドでバトルしていくには、コース幅が十分広くないし、やはりスピード領域が高いですからね、もうこれは間違いなくハイスピードサーキットに分類されるサーキットですから、そういうところでねサイドバイサイドっていう風にはやっぱお互い怖いので、そうそうもうここぞという時以外はやっていかないんですよね。そういう意味で比較的他のサーキットに比べて、例えば先週まで開催されてたデトロイトベルアイレですとか、ああいったところに比べると安全に、ね、ゴールまで行けるので、私もそうですし、やはり上位陣アイレーティングを積み上げてきた人たちにとっては安心できるサーキットじゃないですかね。であとはセーフティーレーティングですね。私のセーフティーレーティング今 A の 4.9 にも張り付いてて、これ以上上にはいかないんですけど、このニルブルクリンクコーナーの数が多いのでセーフティーレーティングが上がりやすいです。ですので毎日のように出走していると必然的にセーフティーレーティングも上がっていきますので、そういう意味でもあのできるだけこのコースを覚えて、でこの特に、ね、中段スタートとか危ないのでおすすめはピットスタートですね。そうすると前の中段から10秒遅れぐらいでスタートしていきますので、ね、鉄くずが積み上がっている中に、突撃していくこともなくなると安全に走れますのでね。で下手すると出走車両のうち半分ぐらいですね、なんかトラブルが起こるので、無事に最後まで走れきればシングルフィニッシュになってるっていうこともザラにあります。ですので、楽しくて安全でしかもアイレーティングもセーフティーレーティングも上がっていくこのニュルブルクリンク北コース、
ハードルといえばコースを覚えていく、そこだけですね。ですのでぜひコースを覚えてこのニュルブルクリンクに出場していくといいんじゃないかなと私は思ってます。ただね、残念ながらこのニュルブルクリンクシリーズ、シーズン2、シーズン3、シーズン4、今シーズン4ですね、3回連続有料サーキットを開催すると一旦おしまいというルールがあってですね、少なくとも再度、再度また登場してくるのが3シーズン先かな、2シーズン先ですかね。ですので、来年の6月まではもう開催ないです。この週で終わりです、まあ、あとは今シーズンのウィーク1のようにアドバンスド MX5 MX5 を使ったレースもここで開催されるとかですね、ありますので、スキップバーバーにこだわらなければ他の車種でも参加できますよというのはありますよね。この MX5 とスキップバーバーとどっちが走りやすいですかっていうとなかなか難しいところではあるんですけど、レースの安全性だと MX5 の方が高いかなと思いますね。それはやっぱオープンホイールではないので接触してもダメージが少ない。あとは、MX5 意外と頑丈なので、ガードレールにゴリって当たるぐらいだとね、ですね、まあ、なんとか最後までドライブできるっていうのがメリットとしてあるんですけど、スキップバーバーはガードレールに接触してしまうともう簡単に、アライメントが狂ってステアリングが曲がってもうまともに走れないっていう風になりがちですので、 MX5 での開催があるとそれはそれでおすすめですね。ただし MX5 は結構縁石とかですね、この、路肩に乗り上げていった方が早いので、こうついついオフトラックでインシデントがついてっていうのはよくあります。ですのでセーフティーレーティングはスキップバーバーほどは上がっていきませんね。スキップバーバーはもう縁石使えるところがほとんど限られてますので、あんまりオフトラックでインシデントってのは少ないですね。さあ前のルードヴィヒさん 5.5 秒差、で後ろ入れ替わりがあったようで後ろも15秒差ですね、まあ、後ろは後ろで、ね、人類の皆さんには頑張っていただきたいと思うんですけど、前のルードヴィヒさん、このペースでいくと1周1秒ですね、前のシーズンの、まあ、別の人ね、あの神様ピートさんにはなりますけど1周5秒に比べれば、だいぶ宇宙人のポジションに近づけてきたんではないかなと実感できますね。いやこれも、ね、今までオンラインレッスンでしっかり教えていただいた KMR さん、そしてレースシムコさん、ね、あとは今までもう散々バトルしてきたライバルの皆さんですね、そして何よりもこの YouTube でいつも高評価ボタンを押してくださっている皆さん、そしてチャンネル登録していただいている皆さん、もうこの、ね、皆さんのおかげですよね。いやでもいつかね宇宙人に勝ちたいですね。どこでもってとは言わないです。このスキップバーバーでニュールブルクリンク、もうこの組み合わせだけでいいので、もっとね早くなりたいですね。さあストレートビルシュタインブリッジを駆け抜けて
ちなみに今のビルシュタインブリッジって、あの坑道からこの内側 の、 あの、キャンプ施設だとかですね、オフィス、あそこら辺にアクセスできる、道路になってるみたいですね。いやー、乾杯ですね。ゴール2番手、うん、連勝記録は途切れましたけどいいんじゃないでしょうか。 Good race, really wish。 うんね、あのちゃんと称えておきましょう。うん、そして何の答えも返ってこないこの寂しさ。絶対ね、今頃こうワインくるくる回しながらね、葉巻吸ってんですよこの人は。ちょっとね、もういけすかない野郎だなこの。でもね、名前で負けてますよね。もう絶対勝てる気がしないこの人には。名前、まず名前変えましょうか。あのね、ガイル選手じゃなくて別の人に。というわけでちょっとね、このルードビヒさん、ウイン、あ、曲がってる曲がってるじゃないですか。え、いや、全然遅いじゃないとか言ってたのは、実は、お、がっつり曲がってますね。がっつり曲がってますね。これで近づけないの？いや、ダメだ。やっぱ、宇宙人ですね。すいません。負けた。負けた。ウイングね、曲げたらね、いや、もう一周2秒どころじゃないですね。もうそれぐらい、タイム差がついてきます。はい、というわけで、ね、リプレイ画像映像を流しながらお届けしたいと思うんですけど、うん、あ、後ろが、うん、ああ、いうことが起こるので、やっぱね、あの中段スタートよりはピットスタートした方がいいんじゃないですかと、うん、私はお勧めしてますね。うん、いや、ちょっとね、ルードヴィヒさんのフロントウィング、あれね、曲がってる段階にも程度があるんですけど、あれはね、もう3段階目ぐらいめっちゃ曲がってる状態ですね。いやー、あれで追いつけないのか、悲しい。はい、というわけでこの悲しみに暮れるガイル選手にですね、慰めの言葉をかけたいなという方は、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をしていただけると私が喜びます。はい、まだまだニュルブルクリンクシリーズは続きますよ。次回もお楽しみにしていてください。本日はご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。